北に対してお尻場行く、うん、ノーファールでボールを奪った。そしてここはパスを選択、土井切り返して、ここから柔らかいボールですが流れていきます。うっと松原前線を狙っている、オナイウェのボール、これが犬から頭の上越してトラップ、そしてシュート、ナイスブロック。ここは荒木狙った、ヌーベルから中へ、面白い中に町田と、うん、こぼれている、そうぬ、マルカム、そして押し込んだ、ノイーありましたね、はい、しっかり、まあ、キャッチの手が作れてなかったんで、ボールの回転勢いに負けから前線へ、畑中のヘッド、もう入れ替わった白崎、裏をノイが狙っている、ーキーパー出られない、ノイが抜ける、ノイはどうするかな、シュートは来た、フラッグ上がりません、コースタイムなし、ゴールイン、続いて蹴り込みましたね。一度体はちょっとオープンに構えて外側に蹴るようなフォームから、斜めの動き、松村が入ってきた、その松村を使っていく、松村持っていって、倒れた、ピーラのノーマルが吹いた、ビゲーキーパーの逆、しっかりと決めていきました、というハットトリック達成。じゃあゴールキーパーの動きを見ながら、先手はゴール、そして今日は PK ゲット、その松村仕掛けていく、松村持っていって、こうマイナスのボール、レオシルバー、そして荒木のシュート、ゴールイン、コースがあってゴールイン、立て続けに点が入ります、鹿島入ってきましたね、まあ、クロスこぼれたところを後ろからですね、荒木、少しさあ裏へ、前田と常本、前田シュートだ、中へ、うん、ナイスキーパー、渡辺のクロス、ボレーだ、レオセアラ、レオセアラ、うん、真下入ってボールに行っているというジャッジです。そしてパーラーノからこのパス1本、あっとちょっとトランプ狙われた、上田綺世、ゴールが空いている、背後を狙い続けることがこの得点につながってますよね。平田へ、元滑っていた、あっと、2枚目のイエローカード、常本退場という。水沼からのボール抜けてきた、こぼれてオーバーヘッド、ブロック押し込めないか、押し込んだ、そしてここで長い笛、